こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は8段筋ショートバージョン呼吸動作説明をお届けします。ぜひご覧ください。準備の姿勢、左の足を肩幅に開きましょう。両手をお腹の前に持っていきます。指先を向かい合わせましょう。意識は下腹部、丹田に集中させます。第一式、手を組み持ち上げます。上を見て顔を正面、顎を引き、手を横に下ろします。膝を緩めて手を下腹部に下ろしましょう。手を組んで持ち上げます。上を見て顔を正面、顎を引き、手を離し横に下ろします。膝を緩めて下腹部に手を持っていきましょう。手を上げます。顔を正面、手を離し下ろしましょう。膝を緩めます。第2式、左の足を横に開きましょう。胸前斜め十字から左に弓を引き、中腰で座ります。右手を開いて左の足を寄せ、手を下腹部に持っていきます。右の足を開き、胸前斜め十字、右に弓を引きながら中腰で座ります。左の手を開いて右の足を寄せ、手を下腹部に戻しましょう。第3式、膝を伸ばします。左の手を上げ、右手を下ろします。左の手を下ろしましょう。膝を緩めます。右の手を上げて左の手を下ろします。右手を下ろしていきます。手のひらを下に下ろしましょう。第4式、両手を開き膝を伸ばします。額の後ろを見ましょう。手のひらを上向きにします。指先を正面、膝を緩めて両手を開いて膝を伸ばします。右後ろを見ましょう。手のひらを上向きにします。指先正面、膝を緩めます。第5式、右の足を大きく開きましょう。膝を伸ばして手を上げます。両手を横に下ろしましょう。膝を緩めて手をもものあたりに下ろします。体を右へ倒します。体を左に回しましょう。頭、お尻を回して中腰で座ります。体を左へ倒します。体を右に回しましょう。頭、お尻を回して中腰で座ります。第6式、右の足を寄せ、手を横から上げましょう。手を下ろして膝を緩めます。指を前に向け両手を上げましょう。手のひらを向かい合わせて胸まで下ろします。手のひらを上に向けて指先から背中に差し込みましょう。手のひらを下ろします。前屈して足の後ろをなで下ろします。足の甲を押さえましょう。指先を前に出して手から上げます。体を起こしましょう。手を胸まで下ろします。指先を背中に差し込みましょう。手を下ろします。足の後ろをなで下ろします。足の甲を押さえましょう。指先を前に出して手から上げます。体を起こします。手を胸まで下ろしましょう。指先を背中に差し込んで手のひらを下ろします。前屈しながら足の後ろをなで下ろします。足の甲を押さえましょう。指先を前に出して手から上げます。
体を起こします。第7式、手を下ろして膝を緩めましょう。手を拳に変えて体に触れます。左の足を大きく開きましょう。中腰で左拳をこすり出します。手のひらを外回しして拳に戻して引き込みましょう。右拳をこすり出します。手のひらを外回しして拳に戻して引き込みます。第8式、左の足を寄せて膝を伸ばします。かかとを上げて緩め、かかとを落とします。かかとを上げて緩めて、かかとを落とします。かかとを上げて緩めて、かかとを落とします。終わりの姿勢、両手を下腹部で重ねましょう。手を離してももに下ろします。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。